打たれ契約金,金泥棒言われるしね、俺もプロ野球入ったんだなと、おい、見た、王さん、俺の肩叩いたぜ、あんた、ミット見えないところにあるからぶつけちゃうんで、みたいなじゃあ、その就任からですね、まあ、2位から始まって、うん、で4位、うん、3位ときて、うん、そして1973年には、はい、48年、ねはい、あの競合ライバルだった阪急。 るでもあれだから前期後期ってねあったから前期まあ何回勝ててで後期半球が優勝なんだけどあの子は13試合13試合で後期12杯1分け一つも勝てないのねそれで僕あの時選手会長だったんですよで先輩たちが「おいミチ、まあ、プレーオフすぐ参戦で終わっちゃうぐらいの感じみんないて、まあ、であのお疲れコンペいつやるんや」と。 僕はゴルフあんまり好きじゃないんで,れでマネージャーはどこか知ってるところないかってコースじゃあ何日ぐ取っておきましょうかってまあ頼もうとみんな言うし,そしたら勝ち負け、勝ち負け、勝ちでああやったまあ,あの時 MVP で車もらってそれではしゃいで3日目に日本シリーズをね確かそりゃ勝てるわけないですよねもうちょっと時間欲しかったですけどね。 うん、でも当時のね、うん、やっぱり阪急ブレーブスと言いますと。まあ、やっぱりその強さ、印象に残ってる選手。もう全部あるですよ。まあ、福本とか一番でしょ<う>だから。通りはす。するなっていう以外、全部走っていく。福本はね。まあまあ、細かい野球ができるし、ホームランバッターいて、足の入るいっぱいいたし。隙がないよね。まあ、守りはいいしね。うん、でもやはり、あの。 久本さんの盗塁を阻止するバッテリーっていうのが。あ,あ、まあまずですね。えー、まあ、クイックモーションね。はい、まあ、でもね、日大参考でちょっとやらせてもらってたんだよね。やら、やらされたんで。なら言われても、女もここでや。っん、たよとは言えなくて。まあ、あの子はより良かったね。あ、そうなんですか。って言いながらやってたんですけど。<laughs> うん。なら、福本が。お前、嫌なんだよ。つって,言って、なんでやった、牽制しないから。ってやっぱりね。 その話ね、1年目かな、北新地で食事中ぐずって話て、はい、一緒になって、福本さんと。ね、ん制するとね、あもうちょっと出れるかな、もうちょっといけるかなって、はかれるんやってね、うん、でお前はな、みちは牽制しないからね、じっとてるしかないんだっていうことで <laughs>、うん、だからお前は走りづらかったって言ってくれたけどね。 勝てないと半ば諦めていた。うん。阪急に勝って。ってうん、そして迎えた日本シリーズ。その相手が。うん、v. Q. のね、ジイアンズですよね。<ー>で、一試合目勝ったんですよ。大崎城で。はい。ほんで、2試合目。まあ、俺は途中から行って。で、あの48。四十年堀内が全、ぜ、うん、シーズン中、ゼフ調で。ほんで、俺のセンターからセンターまでヒット打って、勝ち投手になって。 そこかからホームランななんででさで MVP なんよねあの1本がね俺があそこ投げなきゃなそういうの嫌なことばっかり覚えてるんですよね本当にに不思議に、うん、あのピッチャーの堀内選手に打たれての敗戦というまた一緒のしでね、うん、まあ尊敬するピッチャーだけどねもうやっぱり高校から、ね、すぐ活躍できるなかなかいないですよね、まあ、桑,田もそ桑田もそうだったけど。 やっぱり高校からすぐ活躍できるとして、まあて僕ら、大学やってるのは社会人野球と一緒でその即戦力で入るわけですからね、うん、だからそのプレッシャーもありますよ、えー、打たれりゃ契約金泥棒言われるしね、うん、で日本シリーズでは王さん、長嶋さんとの対戦というのは、はい、ありまして、その時に初めてあ俺もプロ野球入ったんだなと。 もうそれまでは2軍行ったらボコボコにされるぐらい思ってたからもう、うん、初めて大崎球場で王さんをセカンドフライで長嶋さんが写真だったかな、うん、その時に、まあ、うちの父親が巨人ファンだったんでかから見てたじゃないですか巨人そこに対戦してああ俺プロ野球入ったんだと思ってああこの人が王さんなんだほいたら次長嶋さんで「かあ なんとバッターボックスで動く人なんだなと思って、うんまあ、それがら印象だったですねだからもうだから53年ぐらい前ですかそうなりますね,ねつけるわね <laughs> 本当に <laughs> ではあのオールスターの時に王、うん、さん長嶋さんから声をかけられたっていうのはああ大阪球場でねあそう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 <え>、えーまあ、パ・リーグの、ね、本拠地だから、はい、先パ・リーグに入りするんですよでフリーバッティングピッチャーが、まあ、ホークスの 外野を球拾いやりながらね二、うん、軍の子とか球拾いの子とかねあの振り張ってでしってたらもうセ・リーグ入ったらうわっスタンドが総立ちパーリックで静かに来てるのにね。<laughs> <laughs> でわーって外野ね来たからで王さんまあその辺に走ってきたから「んじゃーって言ったらこ,こっち来てくれてポンポン肩叩いて「佐藤君調子良さそうだね」って。 肩を叩いてくれてはいとか言ってそして「おい見た王さん俺の肩を叩いたぜ」みたいなそんなようなね上の人だったしほんでしばらくして中島さんがちょっと遠くねみんなで走ってきたら「こんにちは」っつったらこっち向いてくれて手をポッと上げて「おっ」っていう感じで「おみたいなねかっこいいやねだから中島さんと王さんがあれ一緒だったら面白くなかったと思うんだけどうんなんかね おさんは親しみやすいっていうかねあれだけど長嶋さんうっこの王がか好良かったってね、うん、痺れましたよで、うん、そんなお二人とその1973年の日本シリーズでね、うん、対戦されてそうなんですよね、うん、まあまあ一回だけね出れただけでもねよかったですけどねちょっと何かあの巨人を倒してといういやそこまでなかったね。 だってドンチャン騒ぎしてる時ですもん。阪急 <laughs> なんか勝てると思ってなくて、ねで南行ったのやったなーと,かおーとか言って飲み歩いてる時に、え明日日本シリーズみたいな感じだったもんね。じゃあそういった雰囲気のままちょっと突入してしまった。<laughs> それが残念だったですね。もうちょっとまあ余裕くれたらね、2勝はしたんじゃないかな <laughs>、うん。ということで残念ながら。 ジャイアンツの四勝一敗です。そうですね。敗退という。はい。そして、あの千九百七十七なりますと、はい、あの江夏さんが。移籍をされて。きて、はい、そうですね。まあ江本とね、トレードで。はい。ですけど。はい。うん、でも江夏、江夏、江夏さんの加入によって。うん、リリーフから。またま先発ね。いや、それが一年目から思った先発。やりたい、やりたいっていうのは。だって、リリーフなんか、給料上がんないんですもん。 だから目立つのは、ね、先発じゃないですか何勝したらいいぐらい,ぐらいのほんで監督室呼ばれて「あの道、ー、お前先発したい」言ってたよな、はい、はい。おお来たから」思って「えなすを抑えにするんでああもう喜んで」それで先発して12勝したかなあの<ー>時ねほ<ー>、はい、でもね毎日ベンチ入ってた130試合ベンチ入ってた仕事してたからそれまでほいでベンチ入りなあったらもうど飲みに行こうか何勝か練習終わったらか勝手なんですよあと みなみで飲んでてもね気になるんですよ7時8時ね、はあ、で,でそのお店の人に「マネージャーちょっとさ今大崎ゃ何体なんか聞いてくれるか?」っつって本当気になっちゃってね終わるまで落ち着かないんですよね、はあうん、だなんかやっぱり俺リリーウグウノが無視したのかなと思ってやはりではそんな江夏さん、うん、やっぱりその凄さというのは感じました、うんうん やっぱもうスピードは、ね、もうだいぶ驚いていたけどやっぱりコントロールと緩急というかな、うんうん、やっぱりうん頭が遅いくなって、まあ、俺も遅かったけど、まあ、やっぱりこう度胸と、まあ、コントロール要素かな、うん、低く投げれるね高く投げるのはすっぽ抜けが多いんでね、やっぱり低く投げるのはしんどいんですよこ下半身使って。うん だだからままあコーチね、ロッテチルチキンってやったけど、やっぱり低く低くピッチャーが投げれたら、給料が高く高くなるよというね<ー>話をねして、選手にはね、うんまあ、バッターはね、カ度ためやるね、うん、ん一緒の年で入ってね、んあんなになると思わなかったですけどね、素晴らしいね<ー>、うん、そうですか、うん、かなりこうストイックで、野球一筋という方だったみたい、ねはい、そうですよだから1年目入った時 彼も寮に入ったんですよ女房子供いるのに、はい、なんでお前女房子供いるのにいや野球ちょっと一生懸命やりたい」は<ぁ>か俺じゃないなぁ」と。<laughs> <laughs> まあ考え方が違うんだねああいうぐらいの選手になるとね、うん、で昔は入った頃、あのー、荷物は自分で持つんですよ、はい、ユニホームも<あ>だから、まあ、角はバットだからフリバッティング用のボール60個ぐらい。 川のやつ、ね、あれを持たされてで自分のバットで自分の着るもんユニホームね全部自分で持っていくわけですよ。で東京駅に着いたら <laughs> 先輩たちが、まあ、銀座行っちゃうんで「でまあ、俺も2つ道頼むな」っつってで角も2つで俺がもう「冗談じゃねえよなー」ってプラ入って「何でこんなせないかんねえってタクシー乗り場まで愚痴ってるとね角がね「道ウェイトトリングと思えばいいよ」って。 パーセント言えない言葉だったね。<laughs> 本当に。<laughs> だからまああんだけね、うんうん、長くできたんでしょうけどね。<ー>うん、じゃあそういったエピソード、うん、他にも他球団の方でなんか、はい、あこの方印象深いなっていう方いらっしゃいますか。まあ金川さんかな。というと金川さんが、ね、現役の時ね北新地方で、まあ、まあ食事を終わって。 で人でタクシーに行こうかなと思ったら「おい道」って言ったら見た絹さんがいて絹さんも一人だったんですよ。はい、でも帰るのかあと「はい」って言ったら「お前ちょっと一軒付き合え」って言って「俺が入った時にお世話になったおばあちゃんがやってるお店があるんだ」って言って「分かりました」って一緒に行って「でおばあちゃん」って「仲良く佐藤道」って「虹あから来て調子いいんだよ」とか言って「ああどうも始めまして」ったら「絹さんいいよねサラリーマンはね2日で休めるから」って言って。 ね、ポッと言ったの俺は休,休めないからねって言ったらさ絹さんが何みたいにプロはさ休めないじゃないだろうって道休まないだろうってこの人もカドったと一緒で俺にはすごい人が何倍も上の人だと思ってさ、うん、その2人やっぱり迷宮が入りましたよねねや <私に S 1> <laughs> やっぱりり、ね、りあととと張張本本ささんんのね。 1>, 1年目で3回ぶつけたらいかんわね <laughs> あれ今でも言いたいよ、ね、あそこの大崎球場でリリーフ行ってほでこうぶつけてぶつけたわけじゃないんですよぶつかってそれでプロ入り初先発が東映戦で高楽園だったんですよほいでボコボコっとぶつけて <laughs> あれで「メジょの野郎お前大崎球場にぶつけたうとこの野郎」っつって胸つかまれて。 でもね、大学出て1年生でプロ入ってキャッチャーが野村さんで監督で、はい、張本さんインコース弱いからインコース攻めるんですよ。で俺がこう投げにいったらね張本さんの、ね、体の隠れてるところにミットがあるからそこを目がけたらぶつかっちゃうんだよね、はい <laughs>。野村さんが「わざとじゃねえんだ」って言うけどあんたミット見えないとこに。 あるからぶつけちゃうんでみたいなさ。うん、それで。一対そで勝ってる時に。あの人にツーランを打たれて、二対一で負けるんですけどね、うん。だからまあ。ぶつけたけど、打たれましたと。<laughs> でもさぞかし。怒られたんじゃない。んですか、ね、そうマウンド来てね。ねうん、けっこたれて。まあでも、まあ。まあ怒るやろうなと思いますよね。ね、一連坊主のひよこがね。 ねえパ・リーグの4番バッターね、三回もぶつけろうねうん、まああの時従順だったね。<laughs> うん